どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのビザ、ラインペイ、クレジットカードの還元率変更解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。こちらのビザ、ラインペイ、クレジットカードなんですけども、2020年にですね1年間限定で初年度ね 3% 還元ということで、かなりね話題になったねクレジットカードということで、発行された方もですね結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、私もですね発行してね結構利用させていただいて、2021年のですね4月30日まではねこの 3% 還元っていうのは続くわけなんですけども、2021年の5月1日からですね還元率が変更になりましたので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。でですね、今回の発表ではですね2021年5月1日以降のクレジットカードの還元率と LINE Pay のチャージ&ペイの還元率、またねマイランクの制度終了、またですね LINE ポイントから PayPay ボーナスにね交換すると 25% 増量キャンペーンということで、こちらのね4つがですね発表されたっていった形になっております。でですね、 Visa、LINE Pay、クレジットカードの還元率についてなんですけども、もともとはですね2年目以降はですね 1% 還元にねしますっていうね事前アナウンスがねあったわけなんですけども、2021年の3月16日にですね公式サイトからアナウンスがありました。こんな感じになったんですよね。 LINE Pay クレジットカードのクレジット決済についてはですね2021年4月30日までは 3% 還元なわけなんですけども、2021年5月1日からですねまたね1年間2022年の4月の30日までは一律ね 2% 還元にねなるっていった形になったんですよね。こちらねかなり大きいですよね。1万円のね支払いをすればですね200ポイントがね付与されるっていうわけですからね。期限については2022年の4月30日までっていう風にね決まっているわけなんですけども、こちらね一応キャンペーンページのですね注意事項みたいなところに、この 2% 還元の期間はですね予告なくね変更する可能性がございますということで、一応ね記載がされているっていう風になりますんで、もしかしたらですね早期終了だったりですね中止みたいな感じに、ね、なるかもしれないんですけども、一応ね今の予定だとですね2022年の4月30日までですね一律 2% 還元でね利用することができるんですよね。またですね公共料金と税金の支払いについてはですね今までと同様ですね5万円までが 2% のね還元対象という風になりますんで、税金やね公共料金で5万円以上ね支払う予定がある方に関してはですね分けてね支払う必要があるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。それでは次にチャージ&ペイのね支払いの還元率についてなんですけども、2021年の4月30日まではですね LINE ポイントクラブにおけるマイランクに応じてですね 1% から 3% 還元ということで、こちらね Visa、LINE Pay、クレジットカードね保有されている方は 3% 還元ね受けてた方ね結構いらっしゃるかなっていう風に思っておりまして、このチャージ&ペイ 3% 還元っていうのはね結構すごかったんですよね。このチャージ&ペイについてはですね税金の支払いとかにもですね手数料無料でね利用できて、個人的にはねかなり重宝してたわけなんですけども、こちらもですね2021年の5月の1日よりですね一律ね 0.5% っていった形になっちゃうんですよね。こちらに関してはね還元率が下がってしまうということで、まあ、残念だなっていうふうにね思う部分あるわけなんですけども、5月1日以降もですねこちらのクレジットカード払いであればですね 2% 還元ね残っているっていう風になっておりますんで、これではねちょっと残念なんですけども仕方がない部分かなという風に思っております。またですね LINE Pay の特典クーポンについてなんですけども、こちらはですね2021年3月現在はですねこちらもマイランクに応じてですね1月ね1枚から10枚ねクーポンがもらえてたわけなんですけども、5月1日以降はですねこのマイランクっていうのは廃止になりますんで、クーポン自体ですね制限なしということで誰でもねクーポンが取れるっていった形になっております。このね LINE Pay のクーポンについてもですねサービス開始直後はですね100円クーポンとかね結構
構来ておりまして、結構話題になったんですよね。まあ徐々にね解約されて、まあ、最近使われている方はですねそこまで多くないかなっていうふうに思うわけなんですけども、今後ねどのようなクーポンに、ね、なるかわからないわけなんですけども、今まではマイランクに応じてですねクーポン取れるっていった形になっていたわけなんですけども、今後はですね誰でもねクーポン取れるようになるというふうになりますんで、ここはですねそこまでね期待できないかなっていうふうに思っております。でですね、還元率についてのまとめがね一応公式サイトにありまして、こんな感じに、ね、なっているんですよね。今後もね 2% 還元でビザ、ラインペイ、クレジットカードね利用されたいなっていうふうに思っている方はですねぜひね確認しておいていただきたいなっていうふうに思っております。まあこちらのですねビザ、ラインペイのクレジットカード決済についてはですね一律でね 2% 還元っていうふうになりますんで、特にね何も気にせずですねクレジットカード決済すればですね基本的にねどこでも 2% 還元ね受けることができるっていう形になっておりますんで、特にね何もしなくても 2% 還元取れるっていう風になっておりますんで、かなりねおすすめっていう形になっております。まあただね難点っていうのはですね LINE ポイントがねこちら貯まるわけなんですけども、 LINE ポイントはですねマイルに交換することができないんですよね。まあ LINE ポイントについてはですね LINE 証券ってありますよね。 LINE 証券を経由すればですね現金化もできるっていう形になっておりますんで、貯めといてね損はないかなっていう風に思うわけなんですけども、まあ、マイルにはね交換することができないんですよね。でですね一応ね LINE ポイントの現金化ルートについてなんですけども、一応ねここら辺にね載せておきますね。 LINE 証券のですね口座がね必須っていう風にはなるわけなので、この点はね注意していただきたいなっていう風に思うわけなんですけども、 LINE ポイントでね入金を行ってですねLINE Pay 残高にね出金していただきます。でこちらについてはですね手数料かからないっていう風になるわけなんですけども、 LINE Pay 残高にしたらですね銀行振込に手数料はですね160円かかるっていった形になっておりますので、この点をね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。 LINE 証券からもですね出金自体はねできるわけなんですけども、こちらから出金しちゃうとね200円かかるっていう風になりますので、できればですね LINE ポイントを LINE 証券に入れてですね LINE Pay 残高に移行してから銀行振込ねしていただけたらなっていうふうに思っております。それでは次にですね LINE ポイントから PayPay ボーナス交換開始キャンペーンということで、先ほどね LINE ポイントの現金化の話をねさせていただいたわけなんですけども、 PayPay ね利用されている方であればですね手数料もねかからないっていった形になりますんで、 LINE ポイントね PayPay に交換していただくのもですね結構おすすめかなっていうふうに思っております。でですね交換開始キャンペーンということで、誰でもね25% 増量で交換することができるっていった形になります。最低交換ポイントは25ポイントからね交換することができるっていった形になっておりまして、手数料は無料で、今回のキャンペーンはですね 25% 増量っていう風になっておりまして、上限がですね500ポイントまでっていう風になっておりますんで、こちらね上限逆算するとですね2000ラインポイントを PayPay ボーナスにね交換していただくと2500ポイントに、ね、なるっていった形になっております。でですね交換完了時期に関してなんですけども、通常分に関してはですねすぐね付与されるっていう風になっているわけなんですけども、今回のキャンペーンの 25% 増量分に関してはですね2021年の4月下旬頃にね付与されるっていう風になっておりますんで、これではね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。2021年3月現在ですね超ペイペイ祭りとかもねやっておりまして、いろんなお店でね 20% 還元でね利用することができるっていう形になっておりますんで、 LINE ポイントね保有されている方はですねかなりねおすすめっていった形になっております。このね 25% 増量で交換した PayPay ボーナスで払ってもですね、この超 PayPay 祭りをですね還元ね受けることができるっていった形になっておりますんで、かなりねお得に利用できるのではないのかなというふうに思っております。超 PayPay 祭りに関してはですねソフトバンク、 Y モバイルユーザー、またねヤフープレミアム会員であればですね還元率さらにね上がったりするわけなんですけども、そのユーザーでなくてもですね 20% 還元ね受けられるっていう風になっておりまして、還元対象かどうかもですね公式サイトでね結構分かりやすくね見れるっていった形になっておりますんで、もしね超 PayPay 祭りね参戦されてない方はですねぜひね公式サイト概要欄に載せておきますので、ぜひね利用してみていただきたいなっていう風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねビザ、LINE Pay、クレジットカードの還元率変更解説ということで動画ねやらせていただいたわけなんですけども、2年目以降もですね 2% 還元ということで、今ねメインで使われ
されている方ね、結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、2年目以降もですね、まあ 2% 還元で何も考えずにですね 2% 取れるっていうのはですね、かなりいいかなというふうに思いますので、ぜひね選択肢の一つに入れといていただきたいなというふうに思っております。またね、貯まったポイントもですね、現金化、またねペイペイとかでね使えるのであればですね、利用自体はですね困らないかなというふうに思いますので、この点はね結構おすすめだなというふうに思っております。まあね、マイルにはねたまらないクレジットカードなんですけども、まあ、2% 還元のクレジットカードもねなかなかないっていうふうになりますんで、結構ねおすすめっていた形になっております。でですね、この 2% 還元より高いクレジットカードね、今現在あるかっていう話なんですけども、2022年の3月末までですね、セゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードっていうのはですね、クイックペイ払いね限定にはなるわけなんですけども、 3% 還元っていうのはですね、今からね約1年ぐらいね続くっていった形になっておりますんで、こちらもですね結構おすすめだなっていうふうに思っております。まあね、クイックペイのみのね支払いにはなってしまうわけなんですけども、 3% 還元ということで、またねセゾンカードということで、貯まるポイントはね永久不滅ポイントということで、 ANA みずほマイレージクラブクレジットカードをね保有されている方であればですね、70% で ANA マイルにね交換することができますんで、 ANA マイルね還元率は 2.1% 還元なんですよね。でですね、こちら今ねポイントサイドにね案件出ておりますんで、もしねクイックペイ 3% 還元、 ANA マイル還元率ね 2.1% 還元ね取られたいっていう方はですね、ポイントサイト、ポイントインカムにですね、案件ね通常カードが11,000円、デジタルカードが15,000円分でね案件出ているっていう風になっておりますんで、もしね発行されたいという方はですね、かなりねおすすめの案件っていう風になっておりますんで、ポイントサイト、ポイントインカムね、ぜひ経由してですね発行していただけたらなっていう風に思っております。こちらの案件もですね、クレジットカード発行するだけっていう風になっておりますんで、案件自体はですねデジタルカードとリアルカードね2つ分かれておりますんで、どちらもですねクイックペイ払いね 3% 還元には変わらないわけなんですけども、ポイントサイトの案件としてですね、どっちを経由してどっちを発行するかだけですね、ぜひね間違いないで利用していただけたらなっていう風に思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただきますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。